A トーク4クランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4映画文筆家の児玉瑞希ですクランクイン編集部の阿部です本番組は、映画・ドラマ・小説・漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストをお呼びしきっと誰かのためになるトークを展開する番組です今回は臨床心理師・公認心理師の三鷹塚奈さんにお越しいただきました カナさんはホラー映画がお好きということで、今回はホラー映画についてお話ししていきたいと思います。嬉しい、えー。ありがとうございます。よろしくお願いします。実は結構前だと思うんですけど、カナさんが SNS でホラー映画のお仕事をお待ちしてますみたいなのを投稿してるのをたまたま見て、はいて、してましたよね。してました <laughs>。よかった、記憶しま <laughs> 結構前だと思うんですけど結構前ですず。ずっと覚えてて、ずっといつか呼びたいな、呼びたいなと思ってて、 夏が来たたのでお呼びしましま、うん、<laughs> めちゃくちゃゃく嬉しか,ったですんやかやっぱりなんかそのホラー映画って結構語ろうとするとなんだろうなんか映画秘宝系の人たちが映画界だとメインになっちゃったりとかしててマッチョなジャンルみたいにも多分一部思われてたりとかしてなんかもうちょっといろんな視点で語っていけたらいいのになってずっと思ってたので、うん、そういう意味でも。 今日は多分意外なゲストかもしれないんですけど、まあ、かなさんをお呼びしました。いや、嬉し,、うん、新しい。視点が生まれそうですよね。ありがとうございます。うん、あれですよね。ピギーの時かな。多分そのピギーっていう映画が公開される前に、私は。あ、そうかも。えっと、パンフレットに、うんうん、あのコメントを出したんですよ。はい、で、それが初めてのそのホラー映画とのお仕事で。うん、めちゃくちゃ嬉しくて。うん、それでなんかストーリーズかなんかに。ストーリーズにした。の、は、を、い 見てくださったっていう。24時間で消えちゃう様すごいて、とキャッチして、ここにたどり着いたんですね。え、そこからホラー映画のお仕事なんか来ましたいや、ホラーのお仕事は来たんですよ。あの、島田秀平さんの YouTube に出てて、出させていただいていて、 それぐらいですね。<ー>ええー、もったいない。一番緊張しました。今までの仕事の中で。ええなんか、結構あの,あの、マスメディアだったりとか出させていただく機会が、まあ、最近多いんですけど、はい、あんまり緊張してないんですよね。テレビとか生放送とかも。えー、羨ましいです。でも、島田秀平さんのホラーの番組だけは、 なんかこうお階段巡りって言って、まあ、いろんな階段をこういろんな方が、はい、変わるがるゲ,ゲストの方が話されるやつなんですけどなんか私の話怖くないんじゃないかみたいなあ<ー>のでプレッシャーで前日押しカナさ,<あ> <laughs> さんもお話聞く側だけじゃなくてお話しされるあそうなんです自分の階段を話すっていう、えー、テーマで話していただいてみんな怖がってました いや、わかんないです。わかんない。階段持ってきてって、だいぶ難しい注文じゃないですそう。だからメンタルハウス、あの、メンタルヘルスの話に逃げました。なるほど。自分のフィールドに持ってきて。それなんか、お笑いのコント持ってくみたいなスペック怖いみたいな感じですよね。コントよりむずいですよ。階段持ってきてって。怖がらせるって方が難しい。難しいです。笑う方が全然簡単というか。 そうなんです。だから今回すごく身近にないですからね。面白い話ってね。街中とかで開いるんですけど、怖いとか心霊話ってなかなか本当にじゃあ体験した心霊経験をお話ししたんですか？あ、そうです。あの昔なんかそういうことがあったみたいな話をさせていただいたんですけど、えーはい、そうですね。でもどっちかっていうと、やっぱあんまり私があんまりまあ。今日もちょいちょい出ると思うんですけど、あんまりやっぱホラー映画とか怖く。 うんうん、怖いと思ったことがもうほとんどなくてだからそういう心霊の体験とかも私は怖くないんですよ、うんはい、だから怖く話せてるかが不安で分かんなくてそういのうでその淡々さが怖いと思いますなんか <laughs> 逆,にその逆に淡々としてて「えなんで淡々と話せるのこんな怖いのに」みたいなので <laughs> っ<か>こっちパニックになっちゃう。 自分がすごい怖かったっていうエピソードを話してるんじゃないってことですもんね,ねそうなんですだから、えー、ホラー映画のんだろうトークテーマとしてホラー映画がある時に、はい、やっぱ皆さんジャンプスクエアが怖かかかったとといいう話とかするじゃなでもまあどっちかってびっくりはするんですけど怖くはないから、うん、うまあ入っていけないみたいなことがあったので、えー、なのでうこうやって今3人でお話できて、はい、すごく すすすごごごくくく楽しししてきました <laughs> ホラー映画交換今日はちょっとじっくりしていきたいです、ね、はいぜひぜひいや私が結構ホラー映画苦手でもうなんかちっちゃい時にチャイルドプレイを親に見せられて親 <laughs> <や>本当に怖くて親 <laughs> が、ま、<laughs> ホラー映画がそれで結構ダメになっちゃって<ー>大人になってもう見れなくってなかなか今まで結構避けてきたジャンルだったので今日はホラー映画好きのお二人にいろいろ学びつつ <laughs> そうですね。いっぱい話したいですね。すはい。自己紹介はした方がいいです、ね。あ、ぜひお願いします。<あ>自己紹介から。<laughs> あ、じゃあふっっていただきましょうか。はい、はい。どうしようかな。<laughs> どうしよう。<laughs> え、普段その私全然その臨床心理士っていうお仕事が全然わからないんですけど、うん、普段どういったお仕事されてるのかっていうところから。 いいですか。そうですね。まあもしかしたらね、これ聞いてくださってる方の中には臨床心理師っていう言葉もなんかよくわかんない、ねうんで。心理カウンセラーとかとどう違うんだろうっていうのも多分まりみんなわからない説明できないかもしれない。あ、ありがとうございます。えっと臨床心理師とあと公認心理師も持ってるんですけど、はい、まあこの二つは日本における心理系の資格の中でまあ一番専門性が高いものと言われてます。はい。で国家あの 公認心理師に関しては国家資格、はい、で臨床心理師は民間資格なんですけど、まあ、公認心理師って最近できた資格なんですね。国家,国家資格の方が後からできたってことですかそうなんですなんで臨床心理師っていう民間資格を持った人たちが<床>まあ一番専門性がそれまでは高いと言われていてであの臨床心理師は大学院を修了しないとなれない。 でまあ、かつ、えー、と試験を受けてパスしないとなれない仕事なんですけどなので主に、えー、と働いている分野としては医療機関とかもそうなんですけど例えば法務機関って言って、はい、あの刑務所とかそういうところでも裁判所とかうん、うん、そういうところで、まあ、例えば犯罪を犯した人だったりとか、まあ、裁判をこうする人たちに対して心理的なアプローチをする人たちもいたりとか。それはこ、うん、あの、えーと やばいあそれは公務員に分類されるんですけど、はいまあ、あとはスクールカウンセラーとか皆さんが想像しやすいところでいうと、はい、で私は今カウンセリングルームっていうところで働いていてカウンセリングルームと心療内科精神科の違いっていうのは、まあ、医師がいるかいないかうん、うん、医師の先生がいるかいないかなんですけど、はいまあ、カウンセリングルームで相談者の方とカウンセリングをしたりとかっていうのをあの週の大半はそれで過ごしてます。 えー、じゃあカウンセリングルームっていうのはあんまりその病院みたいな感じでは全然ないですかあそうです医療機関ではないので医師の先生がいないので、まあ、その診断されたり処方されたりとか、はい、診察されるっていうのがないですね、はい、なんでもうカウンセリングしに来ていただくみたいな感じ、うん、でその前は精神科で働いてたんですけど、はい、精神科はまあ閉鎖病棟がある、はい、あの病院で大きな大学病院だったんですけど。 そこではまあ病棟でカウンセリングしたり心理検査って言われるものをしたりとかまあ心理師としてえっと病院だと結構えっと精神科とかまあ皆さん想像する病院に行くと先生がまあ座ってる主治医になるかもしれない先生が座ってるじゃないですかでも精神科心療内科ってその前に予診って言って聞き取りみたいなのがあったりするんですよ、ね。 でその余診は臨床心理師が担当することがほとんどなので<ー>余診を行ったりとかっていうのをやってました。すごーい。私もな高校生の時にた心理内科に通ってたことがあるんですけど、うん、多分機能絵とか描い描かれてるのが、はい、それこそ心あの心理師さんなんですか、ね。あ、そうですそうです。はい、そういうのまあ絵画療法って言って、はい、あの絵を描く場合もあるし、あと風景構成法って言ってまあ私の分野の中にあるんですけど。はい あの風景を描いていただいて、まあ、そこから今の心理状況を見たりとかあと箱庭って言って、はい、砂箱が置いてあってそこにアイテムをいろいろ載せてあの、まあ、子供とかによくやるんですけど、うん、そういういこととをしたりとかもしてましたたりかもてま最近あの9月に公開される「ナミビアの砂漠」っていう、はい、山中監督の新作があるんですけどそれが結構メンタルヘルスを描いた映画でなんかその。 カウンセラーの人と話してる時にこう砂の入った箱が目の前に置いてあって、うん、ずっとこう主人公がいじってるんですよその箱。でこれ何なんだろうってずっと疑問に思ってたんですけど今お話聞いて謎がきましたなそうなんですよ結構、えー、プレイセラピーって、まあ、子供にするあのセラピーなんですけど、はい、プレイセラピーで箱庭とかはよく用いられることがあるかな。うん、私がってた大学院はそそれこそ そういういプレイセラピーだったりとか、まあ、絵画あの芸術療法とかを割と重たく専門性持ってやられてる先生方が多かったので、うん、私も、まあ、修士論文それで書いたりっかなんか心療内科に行くとかって割ともう最近ポピュラーになってきましたけどカウンセリングルームってなかなか周りに知、うん、ってる人がいなくてうん、うん、まだあんまり。 日本ではそこまで馴染みがないものなんですかね。そうなんですよね。まあ、本当だったらカウンセリングの方がハードルが低いはずなんですよ。うんうん、ですよね。そう、なぜかというと、医療機関って症状がないと。基本的にはね、はい、治療方針立てられなかったりするので。かだから、実際に不眠とか、うつ、ん、症状とか、うん、そのガイドラインにこう当てはまるような症状がある場合は。やっぱり医療機関、絶対行った方がいいんですけど。はい そうじゃない例えばなんか将来に漠然とした不安を覚えてるとかそういうことでまあその不安障害まではその不安感が強くないっていう場合はやっぱ医療機関行ったとしてもまあね睡眠導入剤出されたりとか、はい、あとはまあそこで心理師の先生につないでいただいたりとかっていうのもあると思うんですけど、はい、カウンセリングルームの方はあの何でもいいのでその主層が。 な何話してもいいんですよだからそれこそパートナーと喧嘩しちゃってとかでもいいし将来に不安を覚え,覚えてるとか過去の自分の体験を整理したいとかとりあえず何でもいいから誰かに話聞いてもらいたいとかっていうところで利用できるので<ー>本来はカウンセリングルームの方が敷居が低いはずなんですけど、うん、ただ料金がその保険適用じゃない保険がすか,ないから。<laughs> なるほど経済的な問題がそこに絡んでくるわけですね。うん、そうなんですなので、まあ、確かに医療機関に行ってもらった方が、はい、まあ日本の場合はお得お財布には優しいかなとは思います、はいうん、ぶっちゃけ相場的にはいくらぐらいなんですかカウンセリングルームって。そうですね、まあ、結構バラバラで、まあ、大体5000円から1万円って言われてるんです1回。 回は時間ぐそうですそうです45分か50分ぐらいでやってるところが多いですねだからまあイメージで言うとオイルマッサージ受けに行ったみたいなぐらいの金額感ですよね多分それですでも安く受けられる方法っていうのもあったりしていてまあ臨床心理士って大学院にまあ公認心理士も今度から大学院に行かなきゃいけなくなったんですけど えっと、大学院の付属の相談室っていうのがあって、はい、でそこはあの学生相談だけじゃなくて普通に一般に公開されてるる場合もあるんですね、えー、でそういうところはあのそういう心理師の卵たち大学院で先生たちがやってる学生さんたちがカウンセリングを担当する代わりに安く受けられるみたいな。 こともあったりしてじゃあ学生だから質が低いのかって言ったら意外とそうでもなくて、うんえっと、一応同意とか取って上の上級の先生たちとなんかこうカ,ンカンファレンスって言ってちゃんとその事例検討したりとかする会は設けられてるので下手な,なんかそののカンんァ下手だとか言っちゃダメけど <laughs> <laughs> そらの,のカウンセリングでも行くとかよりも、まあ、なんてうの管理されてる場合が多いので。 まあ皆さんなんかもし選択肢の中にあればいいなと思っす、はあえー、うわあそれすごい貴重な情報ですねああ知らなかったですなんか心のモヤモヤってみんなどうやって処理してるんだろうっていうのがあったので確かに、うん、そういう選択肢をまず知らないっていうのが大きいですよねすよ、まあ、行きづらかったりねあと。うん うんもうもやもやとか裏赤に書くしかない <laughs> <laughs> 本当ですよね <laughs> SNS に書いて <laughs> だからなんか SNS がゴミのめり気になっちゃっ <laughs> <laughs> いや本当そうほそうで結局解決しないままなんとなく流れてがあると思うのでう話を聞いてその心理師さんっていうのはな何かアドバイスっていうかこういうことをするといいよっていうのを教えてくれるんですかそれ なんか受,け受け止めてくれるっていう役割をしてくださるんですかえっと一応臨床心理士の職業的な部分でいうとアドバイスはしちゃいけないことが多いんですよね。っていうとなぜかというとやっぱアドバイスしちゃうと依存関係にななりやすすくなるんですよねあと責任も持てないし。 ね、なんかこうした方がいいですよ。とか言って<ー>実際そうされてもね。あと、やっぱマインドコントロールができてしまう場所ではあるので、やっぱそこら辺の職業倫理がめちゃくちゃ臨床心理士公認心理師は厳しいんですよ。だから信頼が置けるんですよね。だから、例えばなんかえっ、ー、と。もし1回でも相談に来ていただいたら、その人と相談室以外の場所で会っちゃいけない。 ナミヤの砂漠でもそれあった。主人公がご飯行こうよとか言うんだけど、おじいさん、あ、そうよダメなんでみたいな。あ、そう。行けないんでみたいな。で、えっと、そのカウンセリング料金以外の金銭授受だったりとかプレゼントをもらったりもしちゃいけないんです。あ、え、手土産のお菓子とかもダメです。ダメなんです。まあ一回はね、あの知らなかったっていうとこなんで一回受け取ったりすることもあるかもしれないですけど、基本的にはまあルールとしてはダメ。ええ、出し方とか、あとなんか。 えとまあ、例えば自傷、うん、行為とか、互い行為の恐れがある場合はしか、まあえー、るべき期間にあの通告することはありますっていう同意書を最初に書いていただいたりとか結構いろいろルールがあってそれに同意していただいた上で来られるので、うん、まあそのアドバイスしたりとかその相談者をコントロールするようなことはしちゃいけないっていうのは決められているので。 じゃあ何しててくれんんだっていう話になるんですけど絵画療法を用いてカミコミュニケーションをとる場合もあるし認知行動療法っていうのはあのその人の考え方の癖にアプローチをしてなんでこういう癖になっていくのかでなんでそのしんどさんになっていくのかっていうのを一緒に紐解いていくっていうアプローチもあるしあ、はい、あの結構流派によって違うんですよ。 あの、いろいろ連想してもらったりとか、あ<ー>まあ夢あ。そうです、フロイト。<laughs> もうめちゃくちゃ男尊女卑フロイト精神 <laughs> <laughs> 分析。まあ、ユング・派ではあるんですけど、どっちかっていうと。はい、なので、まあ、イメージとか、はい、まあ、その人の内的な、その、イメージもそうですし、例えば夢とか、うん、まあ、絵とか、そういうのを持ちながら連想していっていただいて、 まあその先で自分で答えを見つけることもあるかもしれないし、まあ、見つけないこともあるかもしれないしその曖昧さみたいなところを一緒にこう耐えていくみたいなうん、うん、だからまあ良質な壁であることが一番大事だなって個人的には思っていて壁がやっぱりふにゃふにゃだったりとかするとボールがなんか落ちちゃったりするじゃないですかだからまあいい壁になってこうボールを返すことでまあボールを受け取る側が。 まあ自分はこ,うこの力で投げたんだなとかこういうカーブをやるとこう返ってくるんだなっていう風に分かっていただくっていうのが、うん、ま心理職の。 結構漠然としてるんですけど仕事かなと思います。すごい難しそうな <laughs> <laughs> すごい神経なこ、ね、そうですね。<laughs> いやそう依存関係のこととか聞いちゃうとなんかこう、はい、なんかこう両親でこうなんだろう目の前の苦しみからこう解放してあげたいって気持ちが生まれちゃうかもしれないけどそこはやっぱ、うん、なんか立ち切ってっていうかそうです、ねうん、あまりこうなんだろう依存し,しない程度に。 こうモヤモヤの解像度を高めていくみたいな作業を推進しなきゃいけないといことですよね。ねまあ私がねいいと思っていることが必ずしも相手にとっていいとは限らないですしね。だからまあ相手の価値観に沿った上でまあいい壁になっていくみたいな感じかなと思ったりしてます。んなんでまあちょっとこれ聞いて気になる方がいたらぜひあの全然悩みなくてもいいのでお試しで一回なんかどっか受けに。うん 行かかれるとといいかなと思ったりします多分聞いてる人たちゃんはみんなかなさんのところに今多分行ってる人もう聞いてほしいと思う。聞いてもらえるとちょっとなんかほっとするかもしれないですね。そういうアプローチがあるんですね。えー、心理師さんの,あのジェンダー比っていうのは今日本ではどのぐらいなんですか 女性が多いえっと大学院でいうと女性ジェンダーの方の方が多いんですよ。でもやっぱドロップアウトしちゃうんですよね。出出産、産妊娠、難しい仕事なんですかやっまあそれはねだからワンオペでせざるを得ない状況だったりとかパートナー とね、連携できなかったりとか、はい、まあもしくはそのいわゆる女性側が家事育児しなきゃいけないっていうジェンダーロールにとらわれた家庭なのか分かんないですけどまあるでしょうしね、はい、まあ、うーん両立するのまあだからそういう方はカウンセリングルームで働くってよりは例えば何かオンラインカウンセリングみたいなののなんかこう。 ものに登録したりとかうん、うん、まあ多分いろんな働き方はあるんでしょうけど、うん、でもなんか結果的になんか嫌なのが偉い先生たちは男性ばっか残ってくみたいなあ,<ー>あーやっぱりどこもそうなのか,ななか嫌ですねその構図が。アカデミックな世界なので結局。 この先生ばっかたまにんかジェンダー感やばみたいな発言する人もいますし心心理理さんんななのに全然ですすよっってて言もいいろ人がまカウンセリングいいなと思うんですけどんかカナさんぐらいみんながみんなジェンダー感しっかりしてるわけじゃないからそこで差別的な発言を受けたりとかミソ人的なものを受けたりとかしたら意味がないじゃないですか意味が。そうなると結構人を選ぶのもすごい難しいなって思っちゃう。 そう,ね、そうなんですよね。まあ、ただその三十路に発言するまでは、まあまだこの人結構話せるなって思って、多分三十路に発言でガーンってなる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう時は言ってもいいんですよ。はい、先生のなんか前回のこの発言、ちょっとありえなかったですね。<ー>もう全然言っていただいた方がなんか私たちとしてはありがたくて、はい、そのままなんかこう。カウンセリングからね。こう中断になっちゃうってよりは。<ー> もしの救いようがなければ全然変えていいんですけどカウンセラーあとカウンセラーも気軽に変えていいですしだしまあ言ってもいいかなと思ったらいやちょっと本当にありえないと思いましたみたいな感じで先生こそ学び直した方がいいですよとかって全然全然言って大それで怒るような人は心理師やめたほうがいいと思ってますお医者さんって一方的に心理師さんとだったらコミュニケーションそう できるのが魅力ですよね。確かに、そうなんです。この病院と違うっていうことですね。うんうん、もうちょっと関係のその立ち位置が変っていくっていうか。そうなんですよ。あの、うん、もっとなんだろう。やっぱ医師と患者ってこうね上下関係がある、うんうん。すごいあると思います。ますね、感じなんですけど、心理師とえっとクライエントって呼ぶんですけど、ね、うん、フランス語の方のクライエントって呼ぶんですけど、はい、クライエントさんはもう対等な立場でまあ話をしていく。 でコミュニケーションの癖が結構出やすいので、うん、結構その人が日頃周りでしているコミュニケーションの取り方とか人間関係の距離感っていうのが反映されたりするんですよ心理師との間に、はい、だからそこに困り感がある場合は心理師との間で調整することで周りの人間関係も調整できるみたいな、うん、そういう使い方もあったりするので、うん、結構面白い、まあ、いろんな多分本当に100人いたら100通りのセッションが。 あったりするので、気になる方はぜひ行っていただけるといいかなと思います。身近な存在になりましたねお話聞いて、ね、本当ですか、うん？ちょっと漠然としてたんですけど。す,すごい。カウンセリングでも初めて聞いた、全然知らなかった。映画の中の世界、それこそもう <laughs> 恐れているのはちょっとあの極端すぎるかもしれない。<laughs> そうですね。なんかこうベッドがあってこう寝転びながらなんかリラックスしてお話を。うん 聞いてもらうみたいな。あれ、精神分析じゃないかな、確か。あ,あの。あのかそう、カウチで寝転ぶのがフロイトのやり方だったので。はい、寝転ぶ、寝転ばないもまた流派が変わってくる。そうあるんですよ。 んえなんか単純に寝た方がこうなんかいろんな本心を言えるからなのかなとかそのぐらいにしか負けてなかった <laughs> だって連想してませんでしたなんか「連想したこと言ってください」みたいに言ってませんでした多分確か私も見た後あれ多分精神分析だよなとかって思って見ててまあアメリカア,アメリカあれ舞台アメリカアメリカですねアメリカの場合はまあ えっと多分ドクターの資格を持ってる方がやられるかなと思うんですけど、ね、えー、まあ結構某はね <laughs> 本当にメンタルヘルスの話そのものって感じです。ええ面白いなんか全然イメージと違うしもっと優しかったって感じで <laughs> しいですよ。うん もっといい怖いと思ってたい怖いところ精神のなんかモヤモヤって可視化できないじゃないですか気づかなだからこそ放置してしまいがちなんですけど、うん、もうちょっと自分に優しくなってもいいよっていう、うん、あの機関があることになんかすごい救いを感じました、ねうん、自分じゃなかなか気づけないというか、うん、自分がどれぐらい重症なのかもわからないし。うんうん 自分でまず気づくっていうのが結構難しいのかなって思っちゃいますね。えー、うん、確かにそうですね。うん、見えないです。もんねわかんないですもん、ねうん。心がね、心の問題はでもそれで受け皿があるあって調べたらアクセスできるっていうのがすごくいいですよね、うんうんうん。そう。で、あのー、まあ言う極端ですけどこの説明は。うんうん 一応その五十分なり、四十五分なり、お金で買ってるわけじゃないですか。だから、そのルールにさえ乗っ取れば、何話してもいいんですよね。てか、話さなくてもいいんですよ。うん、え、沈黙でもいいんですか。えー、え、実際にそういう方います。ずっと黙ってるみたいな。あ、そのケースとしては、あの全然聞いたことはありますし。はい、あの、そうですね。全然黙、もしあの仮に黙ってらっしゃったとしても、うんうん、あの一緒に黙ってる。 はい、ことが多いですそれって何が目的なんだろう,うーん、まあ、考えてることもあるでしょうけどだから基本的にその来た方の意思が優先されるので黙っていたいなら黙ってることをこっちは受け止めるし、はいはい、なんか、まあ、あのちょっと言語化が苦手なんでって文章を書いてこられる方も。 い、えー、いらっっしゃ持てくのでもちろんですもちろんですあのあ<ー>人によって言,言語化の、ね、力って違うから、うん、その場合は。そうななんだなんかその自分が辛かったとして結構それをこう言葉にするのもまた辛かったりするじゃないですかそういう人はそっか書,けば書くのもいいんだ、うん。それはちょっといいですね私は話すよりそっか書く方が楽だから結構それは。 あと「紙とペンありますか?」とかって言ってもらったら出すので、はい、例えば「なんかズズでもいいですか?」とか「絵、はい、でもいいですか?」とかって言われる方も全然いらっしゃるので、うん、あのそこはもう本当に伝え方はこっちは限定してないというか、はい、もう基本当に来てくださった方に最大限合わせる、はい、ルールの上で。 合わせてていいくっていうのが大事かな話し言葉だけじゃなくていろんな手段でコミュニケーション取れるっていうのはありがたいですよね。うん,うんうん、なんかこう自分のモヤモヤをあらかじめかかしなんか言語化して準備していかないといけないのかなと思ってたんで、うん、とりあえず行ってみて話さなくてもいいし書いてもいいし、うん、話してもいいしっていうなんか。 そこまで間口が広いんだっていうのがすごい結構学びです、ね。そうだからなんか悩み話さなきゃとかって思って、うん、結構ね真面目な方だと思われちゃう <laughs> すすそく伝えなきゃとかえどうしようみんな伝えられなかったらとかっていうのがまた新たな悩みに <laughs> そうでも全然、うん、あの最近見た映画の話とかしていただいてもいいですし、えー、もうその人がアウトプットしている全てのことがもうメッセージなので、うん、その別にあえて悩みとして話してくださらなくてもだから夢分析って言語化苦手な方に結構マッチしたりするんですけど、はい、言語化はできないけれども夢の中にメタファーが。 眠ってるみたいな、うん、だから例えばなんか、うん、まあもちろんこれ一概にこれイコールこうっていう話じゃないんですけど例えばなんかずっとこう悩みを話せなかった方が、まあ、トイレに長蛇の列で並んでる夢を見たみたいな話をしてくれた時に、はい、それをどう心理師が解釈するか、うん、まあいろんな解釈の仕方があると思いますしその人の特性もあるしね。 やっぱりそのトイレってこう排泄する場所って排泄することもねある種生み出すこととか吐き出すことかもしれないしそれにまだまだまだこう列が並んでいて待っている状態の今この人はそういう状態なのかなって解釈することもあるしあるいはまあ何人ぐらい並んでんだろうとか。 なんか今その待ってる時の気持ちがすごくこう嫌な気持ちなのかあるいは何かもう出せるみたいな感じでワクワクした気持ちなのかでも状況違うと思いますしそういうなんかメタファーを探しながら聞いていくこともあるので別にそのあえて悩みとして話してくれなかったとしてもメイクとか髪型とか服装とかまあ どういうあいづちの打ち方どういう視線を心理師に向けてるかとか、うん、そういうもう全てその人の所作もそうその人の存在そのものがメッセージとしてこっちは解釈していかなきゃいけないものなので、うん、なので別になんかあえて喋っていただかなくてもいろんなヒントをいただけてるもうすでにいただけてる状態かなって思ったりするけど、うん、まあもうちょっと踏,んで踏み込んだ方がいいなっていう時はあのまあそれで、まあ、もうちょっとお伺いしてもいいですかとかって聞いたりはします、うん うんなんか、すごい勉強量ですね。なんかそう思う。いサインだったりなんかね。すごい観察して、すごい勉強してきたんだなっていうのがつけてるっていういやいや。いやいやいや。なんか本当に結構映画見るのは役立ってて。<laughs> えー、多分映画って、私その監督とかになったことがわかんないので全然わかんないんですけど、もの、はい、の位置、 1> 1つっってもちゃゃんと意図があったりするじゃないですか美術さんが、ねうん、全部セットしてますその美術さんに多分支持する人たちがいて、はい、ここにこう置いてほしい、まあ、それが見栄えの場合もあるかもしれないし、はい、あるいは何かしらの,そのメタファー的な要因もあるかもしれないし、はい、それはなんか多分その作った人たちの、ね、感覚によると思うんですけどそういうのを一つずつヒントとして集めていく作業は結構映画見る時と似てるなとは 思ったたりしましまなんで今ここでその手紙が出てきたんだろうとか、はい、ちょっとこう見切れて写ってる新聞紙の文、はいね、なんかそういうのやっぱりいっぱいヒントが映画ってうん話のストーリーだけじゃなくてあると思うのでそういう感じっていうふうに映画好きの方には多分説明した方が。えめちゃくちゃ分かり,す <laughs> 分かります、ね、<laughs> 分かるかなと思かかう。 確かに映画見てる時もまあその人の表情とか、うん、その人のこういる空間すべ、うん、てをこう画面をあちこちも全部見てこれどういう意味があるのかなとかそのこの人どう考えてるのかなとかすごい考えるじゃない、うん、それだそうですそうそうだから例えば俳優さんが一回振り向いてるだけと二回振り向いてるのじゃ意味が違う全然、うん、違う、はい、そういうのがまあカウンセリングの中で起こるっていうと、うん、まあ シンプルな説明としては、分かりやすいかな。ええー、ええー、じゃ、面白い、ええー、面白い、勉強したくなっちゃいました。<laughs> <laughs> すごい面白い。心理学検定とか受けた、ね。<laughs> <laughs> な<か>、えー、まだ気軽に勉強でした。でも、すごい面白い話。<laughs> うんなんかこう、心理学。心理学っていう、なんか心理テストとかで。 お前はこうみたいなふうに決めつけるようなものが周りにあったからんなんかそうじゃなくてなんかもっとひもいていくヒントを見つけていってうこう解像度を高めていくっていう作業ですごい面白いと思いました。なです うそう考えるとすごいカナさんは本当に映画をめちゃくちゃちゃんと見てる気がする、うん、いやいやいやも<う>全なんかホラー映画すごい映画館行ってるじゃないですかいつも新作のたびに <laughs> めちゃくちゃ熱心だなと思っていやもう A24 の新作が出たらまあホラーじゃなかったとしても,<あ>も絶対見に行ってますあ,、うん、あ A24 好きなんだいいですよね 結構ホラー色強いもんねそうですねでも,でもホラーと美しさを共存させている気が芸術性みたいなのを共存させててん,なんかあと語りがいがありますよねえっとそうなってりたくなっちゃうっていうのがすごい魅力かなと思いますね<や>う本当にもうずっと考察見ても,もうだから映画見に行って、ね、ホラー界のメンバーがあるんです、うん、えそんなのがあるんですか その後、ずっと、あの、シーシャバー行って、毎回流れがある。<laughs> シーシャバー。見に行って、<laughs> シーシャバー行って、一生みんな考察無言で読みながら、<laughs> え、これこうだったらしいよ、<laughs> みたいな感じで。<laughs> <laughs> 話し合う,ってうでなんかあのこの間あの「ザ・ウォッチャーズ」の試写に行った時にあの終わった後に宣伝さんと喋ってて「あのこの間三嵐かなさんもいらっしゃってましたよ」っていうのを聞いた時になんか終わった後に結構すごいキャーキャー盛り上がってたっていうのを <laughs> 宣伝の方から聞いてあすごいみたいな本当にホラー映画好きなんだなと思って <laughs> いやーいいですよね <laughs> ホラー映画恥ずかしい <laughs> すいません人づてで聞いてしまいまて盛り上がってたっていうのを。 ありがたいです本当に。はい。じゃあどうしましょうか。あ、いい感じなんですよね。もう次回になっちゃったので、じゃ次回からもうちょっと本来もうちょっと何月がとか深く掘り下げてお話ししていこうと思います。はい。はい。じゃあ今回はここまでありがとうございます。あと終わるんですよ。ありがとうございました。